るってのはどう？不可知なのか。猛虎勢に立ち向かうの？一人じゃない。手を貸してる女がいるよ。野党もね。野党が何の役に立つっていうのさ。聞いた話じゃ元は会社で。一家の旗持ちが草場に乗り込むのを見たよ。きっと。飢え死に。それが私の末。何があった？賊に襲われ、食べ物を奪われたのです。米粒一つ残らず。そやつらはどこへ行った？北東の森の中へ。盗みを働いたことを後悔させてやる。殺してはなりません。賊も生きようと懸命なのです。約束はできぬ。けどを吐いてくれ。はあ！煩わしい野郎だ。米だ。盗んだものに違いない。
よくぞご無事で。取り返したぞ。お米、最後に口にしたのはいつのことだったか。盗まれたのではないのか。どうか、お許しを。たばかったとは。このような時に賊に食わせてどうするのです。それに、殺さぬように頼んだはず。いた仕方なかった。私のせいで。嘘をつかずとも、お主を助けておったぞ。これきりにします。信じてください。石川先生が生きておいでなら手を貸してくださる。飲む。さあ。
ユナと約束があったな。一度話してみるか。よし、ノブ。お侍様、ちょうど西行様のお言葉を思い出していたところです。心を清めるにはまず体を清めろとか。ふん、里いいお方のようだな。晩年はもっぱら湯に浸かって過ごしたのだろう。ですが少しは徳心がいきませんか。癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる光、戦に向けて心を研ぎ澄ますには湯に浸かるのが一番でしょう。そうかもしれんな。湯に入りたくなってきた。Thank you.
ろ。なんでこっち、噂立ったか。どうしよう。
その身だけでなく、死まで狙われたことがその話をいたしました。今は湯を楽しもう。考えてもせんなきことばかりだ。駒田の浜で死んだ我が友、笠井、松戸、本郷、お主らの対馬への思い忘れはせん。野党に戦場で拾われるとは。叔父上は何と言うだろうか。
猛虎は刀鍛冶をさらって武具を作らせてるって聞いたぞ。奴らのために働くなら死んだ方がマシだ。よく言えたもんだ。どうしてこんなことするの。お前なら同胞を殺す武具を作る。家族を守るためなら何でもするかも。なんとかなる。弓の手入れをいたしましょう。槍川の席を立てた大工が捕まったってさ。かわいそうに猛虎に捕まったら最後。病人を癒すためにある薬師が向かっているのですが、間に合うかどうか。病人はどこだ。野営にいるルミンです。病に侵され救いの手を待ちわびています。猛虎の手は筒まで伸びておるな。カイドウも危ういはずだ。その薬師を守ってやらねば。小田の浜の血は荒い流され、何事もなかったかな。噂によると浜にあるムクロを片付けてる人がいるらしい。危なくないのかね。そりゃ危ないさ。で、あいつ島のお侍様を野ざらしにしておくわけにもいかないだろ。命を捨ててまで対馬や私たちを守ってくれたからね。だからこそ弔って差し上げたいんだろうな。刀鍛冶をお探しですか。とお気に召します。鉄すら切れるでしょう。酒井様、十分な素材をお持ちください。また頼むぞ。その太刀でどうか我らをお守りください。うちの鎧はもうこの武器にも負けません。どんな鎧も直します。八幡様も羨む仕上がりですよ。戦で壊れた鎧がある。おや、これはかなり傷んでますね。痛みの少ない鎧をお持ちくだされば腕前をお見せします。猛虎の刃は通しません。お侍、和歌を読むのが上手と伺いましたよ。上手とは言えぬが、確かに和歌は読む。日吉の湯に歌読みがおります。志村様のお知り合いだとか、お話をしてみてはいかがです。いつか立ち寄ってみよう。
Thank you.